道路情報をお知らせします。はじめに中央道上り線の情報です。小仏トンネルで大型トラックが燃えており、相模湖インターから八王子ジャンクションまでの区間で通行止めになっています。この影響で相模湖インターを先頭に上野原インター付近まで5キロほど渋滞しています。現在火災の処理が終わり鎮火しております。またこの時間八王子インターから高井戸インターまで25分ほどかかります。続いて下り線の情報です。小仏トンネルで火災が発生しており、八王子ジャンクションから相模湖インターまでの区間で通行止めになっています。またこの時間高井戸インターから八王子インターまで30分ほどかかります。続いて首都高4号線下り線の情報です。永福を先頭に10キロ渋滞しています。続いて長野道上り線の情報です。中郷インターから信濃町インターまでの区間で雪により最高速度が50キロに制限されています。続いて下り線の情報です。信濃町インターから中郷インターまでの区間で雪により最高速度が50キロに制限されています。なお順調な路線は圏央道の両方向、首都高4号線の上り線、中央道富士吉田線の上下線及び中部横断道の両方向です。さて中央道高井戸インターから八王子インターの間で5月11日から29日までの平日18時から翌朝6時まで集中工事のため車線規制を実施します。ご理解とご協力をお願いいたします。なお関越道上信越道の詳細情報はハイウェイテレフォン所沢電話番号 04-2946-1620 で案内しています。以上ネクスコ中日本八王子ハイウェイテレフォンよりお知らせしました。サービスコードを確認したい方は9、シャープを信号音の後に押してください。